大正元年1912年に建設された玉礼駅は、玉城町の玄関口として親しまれてきましたが、老朽化によって解体され、去年9月から総事業費およそ7300万円をかけて新たな駅舎の整備が進められてきました。今日開かれた式典では、玉城町の辻村修一町長が、大正の時代から昭和、平成、令和と1世紀以上にわたって歴史を刻んできたこの駅を、さらに交流と情報発信の核として活用していきたいと挨拶しました。そして再び設置された旧駅舎で使われていた駅名板が披露された後、関係者がテープカットを行い、交流施設を兼ねた駅舎の完成を祝いました。準備が整いました。テープカットのご木造瓦葺きの平屋建てで、扉やレンガなど旧駅舎の一部を再利用した新たな駅舎には、交流スペースのほか、観光案内所や町のオリジナルグッズなどを販売する自動販売機も設置され、世界遺産登録20周年を迎える熊野古道への起点、玉城町の情報発信の場としても期待されます。